せ、急ぐなってごめん、電車ちょっと遅れてて。これどこに座ったの？なんか自由席みたいです。自由席じゃあお誕生日席を渡辺先生に置いといてよいしょ。めっちゃ暑いです。すごい暑い、やばい。夏やお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。てか私ここここお疲れ様です。いやいやいや、マフィー先生、マフィー先生、マフィー先生、こうしよう。やだ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 、みんなこっちこれ出して。どうぞどうぞ。いや本当にやだ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 、キレイが。まるちゃんここ決めた、決めた、決めた。この手を引っ張るってか、この引っ張る力が悪いから周りとかって。すごい、めっちゃ楽しい。あれっぽいじゃん、あれっぽい、あれっぽい、ね、懐かしい女子会。そうそうそう、バラエティーいいっすね。楽しみ。今日はこの3人で美味しいご飯をいただくということで。はい、はい、めっちゃ楽しみね。もうお腹空かしてきたから、うん、だいぶリアル女子会のものをお届けします。一杯ご来店ありがとうございます。お願いします。難しい、女性様になかなかない。いや、いいですか。カップル、あと一人様が来たから。女子会ってあんまないんですか。でも女子会いいよね、あのそこは、うん、いい、いい。でこのテーブル席も全部、うん、どうしよう。スパークリングピシェトニック。これロゼ、ロゼ、ロゼ使ったやつ。あ、すごい、オリジナルノンアルコールカクテルですね。はい、私、カフェインのピシェトニックに。かしこまりました、ありがとうございます。で私もそれで、え、みーちゃん同じにしたかしこまりました。じゃあピシェトニックを3つですね。はい、はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。本日もご来店ありがとうございます。お願いします。9月になりましたので、秋のテーマ、今月のテーマが美味しい秋ってことで、うん、秋の美味しい食材を、まあ、味覚の秋なので、うん、美味しい食材をあのどのメニューにもこう加えた感じのメニューになっておりますので。めっちゃ秋っぽいですね、はい、すごい。一つ一つ秋を感じていただけると思います。楽しみしてます。はい、楽しんでください。では、やばい、美味しそう。初めてじゃないの？うん、初めて。私飲んだことあります。ある。そうだ、すごい。乾杯。いただきまーす。美味しい。さっぱりしてる、ロゼが。甘みロゼがすごい。ね。甘みをちょっと抑えてるので。うん、あ、でもライムがすごい効いてて、ね、キリッとしてる感じ。うん、どれとしますか？はい。かわいい、かわいい、きれい。今月の一品目になります。前菜なんですけど、はいはい、去年もマスカットを使ったみぞれあいっていうのをやっておりまして、シャインマスカットって言うんですけど、そのマスカットは去年評判が良かったのでお出ししたかったんですけど、ちょっと進化させなきゃいけないってことでタラバガニのむき身を加えて、みぞれあいってあの大根おろし、辛味大根とタラバガニのむき身とシャインマスカット、うん、シャインマスカットはあの種がなくて皮ごと召し上がれるので、このまま味付けしてあります。さらにこの下に白いものが見えると思うんですけど、はい、カリフラワーで作ったムース。カリフラワーとか生クリームとか入れて作ったムースなので、最初この上のマスカットだけ召し上がっていただいて、徐々にこう下と合わせて召し上がっていただくと美味しくいただけると思います。おしゃれ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと写真写真撮ると撮りたい。まずこの写真タイム無言になってる写真タイム。ではいただきます。いただきます。美味しそう、ね。マスカット、マスカットがこのご飯の中に入っているって結構珍しくない？うん、なんか不思議な味、うん、いただきます。美味しい、うん、甘い、美味しい。
え、すごい。でもカニがなんかすごい。カニと相性いいんだね。めっちゃいいね。ね、うん、びっくり。カニとマスカットの相性めっちゃいい。あとこの下のムースもめっちゃ美味しい。うん、あ、ムースいった、うん、ムースめっちゃ美味しい。やばい。え、美味しい。これさ、なんだろう、クリーミーすぎなくて、うん、カリフラワーって言ったっけ。カリフラワーって言った。すごい。カリフラワーってこんな味するんだっけ。本当は。あ、でもめっちゃ合う。これ全部大根おろしとカニと下のムースとマスカット、うん、一緒に食べると、一緒に食べるとめっちゃ美味しい。うわ、贅沢。うん、私果物をご飯系に入れるのは割と反対派って、うん、酢豚の中のパイナップルとか、わ、うん、かるわかる、冷麺の中のスイカとかリンゴとか、うん、これめっちゃ美味しい。これ美味しい、全然ありですね、うん。わあ、これは、わ、秋、まさに秋、紅葉乗ってる。うん、こちら今月の2品目でございます。はい、こちらも秋の味覚ってことで、松茸を1本丸々、香りを閉じ込めたいので、こう1本のまんまフリットにして、すごい。で、揚げてからカットしてるので、こう香りがちょうど出てると思うんですけど、うんうん、めっちゃいい匂いする。あとレンコンとそのさつまいもですね、うん、それも今季節なので、それをこれすだちっていう、レモンでもライムでもない松茸に合うので、すだちをお好みで絞ってもらって、うん、この手前のお塩が、赤いピンクのお塩がアンデスの赤塩っていうお塩なんですけど、はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。めっちゃいい匂いしてる。すごいね、松茸、うん、こんな松茸。今もしよかったらですね、はい、あのお昼なんですけども、もしかしたら飲まれる方いらっしゃいますか。じゃあいただいても。どうぞどうぞ。いいですか。どうぞどうぞ。あの毎月あのお料理に合わせてワインなんかもセレクトしちゃいますので、ちょっと今月松茸に合わせたワインをお願いしますので。お願いします。ありがとうございます。いただきます。うわー、すごい。スパークリングワインなんですけれども、こちらスペインのカバという熟成がですね、あと4年以上ありまして、はい、すごく樽の香りなんかを持っていて、松茸のこの香りとすごくマッチして、お互いを高め合うという効果がございますので、はいはい、よろしければ合わせてお召し上がりください。ありがとうございます。いいな、いいな、スパークリングワイン飲みたい。え、いや、あの糖質制限中だからワインダメなんです。なるほど。そういう理由で。そう、ワインですね。あ、ワインって OK なんですか。甘いワインじゃなければ大丈夫。あ、そうなんですか。あの甘いところが全部アルコールに変わるので、ワインって。そうなの。だってワインって大丈夫。え、一緒に甘口のワインじゃなければ全然 OK です。え、じゃあ一杯だけいただきたいですか。確かに同じもので、はい、はい、いただきます。うわ、すごい。うん、聞こえたかな、今のこの音。うん、サクサクで。こんなに濃い味の松茸、食べたことない。うん、めっちゃ濃いね。うん、もう鼻から抜けるのが、うん、やばい。今年初めての松茸です。うん、どう？合う？へ、めっちゃ合う。飲みやすい。女性とかでも全然、うん、あ、辛口だから、うん、確かに辛口だから合う。飲んでないけど。やっぱ秋ですね、食欲の秋。うん、本当にキノコとか大好きだよね。女子大好きだよね。うん、あんま家じゃ食べないですもんね。え、私キノコめっちゃ辛い。私食べない。え、もうなんかキノコだらけの味噌汁とか作ったりとかするもん。あの、いろんな種類のキノコ入れて、うんうん、あの、なんだっけ、アヒージョとか、うんうんうん、簡単に。でもさすがに松茸はお家で、ね、そう、うん、料理しないから、ね、なかなか手出せ、なんかすごいもったいない調理の仕方しそうで、うんうんうん、怖い。良さを引き出せないと思う、うん、だからこういうのすごい嬉しい、うん、いいね、秋の日とかいいね。ね、うん、これはいいよ。1品目も2品目ももうおかわりしたい。マドリガツオの炙りサラダ漬け。いや、これも絶対美味しいわ。美味しいね。油の乗ったマドリガツオと秋野菜をさっぱりと汁と塩を、それと汁と塩。綺麗。ハモ
ったね。すごい。うわ。こちら三品目でございます。戻りガツオの叩きっていうか炙りをお刺身、うん、サラダ作りみたいにしてあるんですけど、うん、お野菜を一緒に召し上がってほしいので。うん、下になってるお薬味的な野菜が、うん、玉ねぎとみょうがとネギをこう薄く切ってさらしたものをあります、うん、それ一緒に召し上がっていただくと美味しいんですけど、あとこの密かで恒例のいろいろなお野菜なんですけど、うん、左側からコリンキーって言いまして、うん、黄色い、はい、生食できるかぼちゃ、へー、かぼちゃなんだ。次のピンクが香辛大根、うんうん、で次の黄色が黄色いビーツ、ビーツ、ビーツで次のナルトみたいな紅白のやつが渦巻きビーツっていうやつで、スパイラルビーツってこう半分に切ってあるんですけど丸いと渦巻きになってる。で最後は白いのはカブですよ。あと赤いやつが長細いの、これ赤いオクラなんです。赤オクラってあんまりないんですけど、生食しやすいっていうか、普通の緑に比べて繊維質が少なくて食べやすい、はい、柔らかい感じなので、ただこれ全部生ですけど加熱すると緑になっちゃうんで、あの意味がないっていうか、なるほど、そういう感じになっちゃうので、じゃあと下に引いてある大きい葉っぱのケールの、よく青汁とかの原料に使われてるケールなんで食べられますけど、無理に食べなくても大丈夫。食べられるんだ、はい、苦いね、食べられます。ちょっと苦いですけ ど体にいいです。であと特製のポン酢をかけて、冷たいので野菜と一緒に召し上がってください。はい、ありがとうございます。いただきます。あ、そうだ、写真だ、いつも忘れそうになる。そうだそうだ、でもさっき撮ってない、ちょっと撮ったらシェアしてください、うん、ではいただきま す。え、このレモンを絞りたいんだけど、めっちゃ肉厚じゃない、すごいね、すごい肉厚、肉厚、うん、ちょっとみょうがとかを乗っけて、うんうん、おいしい、間違いない。いただきます。うん、この薬味、すごい、うん、一口で食べると口の中いっぱいになるぐらいのこの肉厚、すごいね、うわ、このけどとろけていく、うん、一緒に食べれるのがすごい、うん、みょうが、私ちっちゃい頃苦手やったけど、わかる、ね、うん、大人だったからめっちゃ美味しさが分かるの。私も最近ちょっとずつ食べれるようになりました、うん、ちょっとずつ大人になってきた、うんですけど、ゆりねまんじゅうって言いまして、ゆりねってご存知ですかね、ゆりの球根、茶碗蒸しに入ってる、はい、茶碗蒸しに入ったり、うん、よく和食で使ったりする、うん、そのゆりの根をこうすりおろして火通したものと白玉粉を合わせてお餅みたいに、で丸くお団子にしてるんですけど、中に鶏のひき肉で作った鶏そぼろが入ってます。ちょっとでこう銀あんっていうんですけど、あんにしてまして、あと食用菊ですね、黄色と紫ので、わさびをアクセントになってまして、綺麗な青いのは翡翠銀杏って言って、銀杏のこれから、うん、銀杏なんだ、はい、銀杏のこうなんていうんですか、生のやつは緑ですごい綺麗で、それを翡翠の宝石、石の翡翠みたいだから翡翠銀杏って言うんですけど、それを合わせたので、スプーンでこうあんと一緒にあんとしたっていただけると、急にどうしたかなってね、はい、どうぞ、ありがとうございます、いただきます。スプーンって言った、うん、柔らか、うん、よいしょ、うん、美味しい、うん、いや想像以上の柔らかさ、うんうんうん、お餅みたい、うんうん、うわ、けど全然重たくないっていうか、うん、ちょっとスッと溶けていく、一番柔らかい時の、一番柔らかい部分のお餅って感じ、うん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 、え、おいしい、うん、このあんが優しい、うん、ねえ、すごい、うん、お刺しが効いてる、うん、翡翠銀杏、うん、
柔らかい、うん、私の知ってる銀杏の味じゃない、うん、すごい、なんかあの銀杏独特の風味みたいな、うん、ないですね、ない、なんか苦手な人でも食べれそう、うんうん、食べれる、絶対ちょっとだけわさびつけたけど、やっぱりあると締まる、うん、じゃあつけたら、うん、私もつけてみよう、うん、本当だ、締まる、うん、ちょっと今のは逆につけすぎた。微調整。程よい。微調整がない。程よいわさびを求めて。お世話します。はーい。わー、おお、これはでかい。すごい。失礼いたします。素敵。こちら今月のメインでして、はい、お肉なんですけど。はい、うん、黒毛和牛のイチボ肉って言いまして、お尻の一番外側の希少部位っていうか、うんうん、適度に脂もあって柔らかいので、うんうん、それをグリルしたものなんですけど、はい、今月の味噌がこの下に味噌、ナスの味噌なんですか、これ味噌じゃないんですよ、今月の味噌ってそういう味噌じゃない、あ、そういう味噌じゃない、あ、ポイントで、はい、ポイントですね、ナスで作ったピューレになってまして、あとこれは小ナスをグリルしたものなんですけど、いい、あとこちらに梨ですね、梨をグリルした、焼いてグリルしたものなんですけど、このピューレとお塩で一緒にお肉食べてほしいの で、うん、でお塩が2種類載ってまして、うんうん、粒の大きい方がイタリアのシチリアの岩塩、岩塩ね、粒で細かいやつがフランスのロレーヌっていう、うん、すごい岩塩、お塩なんですけど、うん、お好みでそのつけてみてください、はい、必ずピューレをつけて一緒に召し上がってほしいんですけど、うん、このここのなんかハーブ、あ、これが山椒です、はい、山椒の、山椒、山椒なんで、あのお好みでつけてもらって、塩と一緒に、うん、はい、どうぞ、美味しそう、はい、ありがとうございます、うん、では、はい、いただきます、あ、そうか、はい、ここ、あ、確かに箸が落ちちゃった、箸が落ちちゃった、キューレと一緒に言ってたね、うん、うん、キューレ、うん、美味しい、ナス、ナス感、うん、こんなにない、うん、けど、ほんのり甘くて、うん、クリーミー、いただきます、うん、うん、ね、なんだろう、お肉もすごい柔らかい、そう、うん、合う、なんか食感がね、ちょうどいいよ、うん、めちゃめちゃ美味しいね、うん、このナスのピューレが、なんかあのいいお肉ってなんか私いっぱい食べれないの実は、うん、でもなんかこの野菜を使ったこの、うん、なんだっけピューレ、うん、のおかげで全然食べれる、パクパクと、なんか油の感じを包んでくれて、うんうん、ごま、なんだろう、ごまかしてくれるっていうか、いい意味で肉感を出してるというか、ね、すごいマイルドになる、さっぱりに食べる、かつこの肉の旨味、うん、やばい、うん、うん、うん、いや超贅沢、もりもりだ、いただきます、めっちゃ美味しい、全然なしどうでした、なし、うん、ちゃんとなしの味なんだけど、うん、合う、すごい、めっちゃ合う、これ全部なしを、なしとお肉同じ量に切って全部なしと一緒に食べたいぐらい美味しい、なしの最初のシャキシャキの歯ごたえの時も美味しいんだけど、梨の甘みが出た時になんか一瞬お肉の甘みと錯覚する、でなんかすごい甘いお肉食べてるような気持ちになる、ジューシーさが、うん、合います、うん、
あとこの全ての潤滑油になっているこのナスのピューレ、うんうん、彼がなんかこの肉とナスをつなぎ止めるいい感じのハサミ役、うんうん、いい仕事してる。いや、いい仕事してる、うん、単体でもいいし、うん、サポートにも回れる、うん、素晴らしい素晴らしい。チームに一人欲しいね美味しかった高いっぱい、うん、苦しい、うんお綺麗、宝石みたいね。すごい。失礼します。ありがとうございます。フレンチトースト。はい。あのブドウの季節なので、うん、これ皮剥いてしまってるので周りに巨峰なんですよ。うんうん、高級な巨峰で上分かるように皮をそのままつけたんですけど、うん、これ皮ごと召し上がっても大丈夫。あ、そうなんですか。はい。でソースがですね、今回アサイで作ったソースを、まあ、女性にも喜ばれるんですけど、ブドウと結構酸味のある感じでアサイ合うと思うので、うん、今月はまた普通のパンに戻してる、うん、はい。前自家製のフォカッチャを一月だけ使ったんですけど、うん、あの普通のバケットです。はい、バケット。はい、この方ひそかなフレンチトーストらしいかもしれないですけど、うん、お好みなので、うん、はい、あとアイスクリームもいつも通り自家製、甘さ控えめになってますので、はい、ありがとうございます、はい、あとこのお花皆さん残す方いるんですけど、これ食用のランでデンファレって言うんですけど食べれるので苦くないですよ。ソースつけて食べると野菜みたいな、うん、へえ、いつも食べてます、はい、ありがとうございます。じゃあ召し上がってみてください。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。このね、ひそかのフレンチトースト以外以上に美味しいフレンチトーストを食べたことがない。まず、ね、一番柔らかくて、フォークで食べるとすごい大変ですよね。うん。うん。うん。おー。あ、浅いだ。浅いだね。美味しい。うわ、合う。美味しいし、食べたことない。うん。いや、めっちゃ合う、これ。うん、うん、わ。この酸味、すごいいいな。うわ。巨峰と一緒に食べてみよう。うん。合う、合う。合う。うん。うん。うん。美味しい。このすごいよね、このコンビ、うん、でこの巨峰、うん、めっちゃ味濃くない、うん、美味しい、うん、お、なんかこのバニラアイスも自家製だから、うん、あっさりしてて、うん、なんか全部組み合わせが最高にマッチして美味しい。このプチプチが私大好き、うん、フルーツにもサラダにも合うよね、うん、このお腹いっぱいだったのに一瞬でなくなっちゃう。そうね、悲しくなる。一切れ食べながら、うん、はあ、もう終わってしまう。そう、なんかデザートってさ、なんかワイワイ喋りながらちょっとずつお腹いっぱいやからとこ食べるイメージやけど、うん、真剣一番黙々と食べたそう、はあ、美味しかった。幸福そうな顔、もうみんな何も言わないで、うん、幸せな時間です。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見ていただいた皆様に素敵な特典がございます。おお、今から発表するキーワードをですね、予約の際に備考欄のところに記入していただくだけで、なんと予約時に、うん、予約時にじゃないご来店時に、うん、素敵な飲み物のサービスがあります。おお、何を桃のサングリアがアルコールでも、でアルコールが飲めない方はノンアルコールでも選べる、はい、なので、うん、皆さんぜひこの動画を見ていただいた特典として、うん、ぜひ予約の際にね、はい、入力を忘れないよう、うん、はい、でキーワードは、うん、何しようかな。あ、でも
も今日女子会だったの、うん、そんなあれっぽいからあれっぽいからそうちょっとあの見たことあるなみたいな、ね、なんでヌーボー女子会いいっすね。そうだから男性でね予約される方で女子会するわけではないかもしれないですが、うん、キーワードですので、そうですね、はい、リコーラーに忘れずに、はい、ヌーボー女子会と記入していただいて、はい、ぜひ考えていただければなと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。美味しかったので皆さんも召し上がってください。はい。